本日は最新バットのご紹介、空気の力で打つアシックスレガートゼロをご紹介。これマジヤバいっす。はい、どうも、ショー ATV です。どうも、アシラオチャンネルです。はい、お願いします。お願いします。はい、本日はですね、今日ね、紹介したいバットがあります。はい、こちら、はい、アシックスのレガートゼロですね。はい、来ましたね、最新バット。最新バット、まだ出てません。はい、特別にアシックスさんからお借りして今回打つんですけども、はい、まあいにく斜めで、はい、今日は室内で打つってことでやっていきたいと思います。詳しい詳細なんですけど、はい、どういうふうな知ってるってことで、ちょっと話してもらっていいですか。自分もまあ事前情報なんですけど、このバットのキャッチフレーズ、はい、飛ばせ空気の力でということで、空気で飛ばすバットになります。で、業界初空気の力で飛ばす複合バットということで、これ中の映像多分これに出ると思うんですけど、空気を自分で入れて気圧を調整して飛ばすバットらしいです。ここ空気入れるところがここについてます。はい、はい、ここに入れて調整すると。で、空気入れっていうのがあのアシックスの空気入れがあります。それが、はい、はい、こちらアシックスの空気入れ、はい、まあ、こんな感じで気圧を調整できる、そうそう、調整システムになってますね。はい、はい、刺した段階でここに、まあ、メーターでこう見えるんですよね。はい、そう、3点いくつ、2点いくつとかあるじゃないですか。はい、それを合わせていくんですけど、速いピッチャーの場合は結構こう空気圧を強く、うんうん、強めに多めに入れて、でピッチャーが遅い場合はこう抜いて空気圧をね少なくして打っていくという感じらしいんですよ。はい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 。で、これをまずちょっと軽く打っていって、うん、打感を感じて、はい、確かめてみたいと思います。はい、はい、それではいきましょう。はい、お、で最初 3.5 ということでマックスですね、一番張ってる状態にします。これ自転車とかと一緒でこう普通に入れて結構大変らしい。お、入ってる入ってる入ってる、マジですか。入ってる感じするわ。いいですね。入れていきます。 3.5、 はい、 OK です。 OK、 今は 3.5、 3.5 になりました。持ってみて。ああ、だいぶ硬くなりましたね。はいはいはい、それでこれ打ってみます。はい、よし、よし、じゃあ初打ちで、じゃあ気圧止めちゃう。あ、今のはいい。あ、今のはいい。いいバッティング。いいバッティングだ。どうですか、打った感じは。今一番圧が強いじゃん。はい、ってことは球速い人用のやつじゃん。はいはい、今遅いからさ、ちょっと違うかなみたいな。これはいい、いいですね、普通に。なるほどね。はい、あ、今のいった、あ、今のいった、あ、今のいった、今のいった。ちゃんと掴めば、かぶせればいける。じゃあ続いて、はい、3.0 ですね。 3.0 にしました。真ん中ですね。真ん中、これで打ってみましょう。はい、あ、少し張りはなくなったかな。あ、あ、いい、いいよ。音ちょっと違いますね。いや、違う、柔らかい。今しっかりこう掴んだ感じ。ああ、ちゃんと上からしっかりかぶせればガーッていく感じも。じゃあ一番低い気圧の 2.5 に下げます。入れてこれボタンを押すだけですね。はい、これで 2.5 となりました。ない方がいいやん。最高に最高だ。あー、やばい、全然違う、打感が違う。はいはいはい。あー、あー、あー、確かに全然違う。こう、こういうこういう感じします。そう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 、はい、
いい感じに乗ってる感じが。乗った乗った。よはい、今空気圧が 2.5 だったんで、これを 3.0 にします。はい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 、僕は 3.0 でいきます。この緑のところは 3.0 ですね。これでいきます。すごい、これ正直あんまり飛ばないんじゃないかと思ったけど、これはマジであの画期的な発明ですよ。これ OK、 3.5 です。じゃあラスト 3.5 でいきます。というわけで打ってきました。はい、レガートゼロ。やっぱり自分はこうやって調節できるっていうので、自分のタイプに合ったのがあると思うんで、こうチームで共有する時っていうのはいいんじゃないかなと思いました。最初はやっぱりいろいろ試していかないと分かんないですよね。そうですね、うん、実際ピッチャーの、まあ、スピードもありますけど、こういうスピードだったらこの空気圧がいいとか、いろいろ試してベストなあの空気圧にして、そうですね、打つっていう風に、ね、はい、感じやった方がいいよね。というわけで本日こちらを紹介しました大井くんのチャンネルもですね、動画の概要欄に貼ってありますのでチェックしてください。はい、お願いします。というわけで本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。グローブはこれプラスこちら。見ました。これはい、AZプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタ貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。許可出ましたんで、今回はですねこちら
ファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったら OK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。